宝塚映画祭は毎年秋に兵庫県宝塚市で開催される市民映画祭である。会場は宝塚市唯一の映画館である宝塚シネピピア。かつて宝塚市には宝塚映画製作所があり、また最盛期には7館の映画館があったことから宝塚市は映画の街とも呼ばれた。1969年頃からの30年間は、 映画館が存在しなかったが、宝塚シネクラブなどが中心となって、映画館の設立を求める運動が行われ、1999年には、公設民営方式で、宝塚シネピピアが開館した。2000年には、スミレザなどを中心に、宝塚映画祭実行委員会が結成され、同年11月にはシネピピアをメイン会場として、第1回宝塚映画祭が開催された。 毎年11月頃に実行委員会形式で開催されている。かつて宝塚に存在した宝塚映画製作所で製作された作品を軸に、それら作品に関わった監督やスタッフ、出演者などのトークなども多く行われる。2012年から定期的に宝塚在住のゲストを招き、トークサロンなど小規模なイベントを開催しており、より地域密着の映画祭の色を濃くしている。 イベントの主催者である実行委員会は、宝塚市民をはじめ、映画ファン、宝塚映画製作所の関係者、阪神館を拠点とする文化人などによって構成される。委員長は評論家の川内敦郎。副委員長には、漫画評論家の村上智彦や、シネヌーボ、シネピピア支配人の影山治などが名を連ねる。ありがとうございます。